皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県から津軽から、お届けしておりますラジオでございます。今日はですね、2月の11日の、日曜日でございますけれども、今日はなんと久々にですね、ちょっとゲストをお迎えさせていただきました。早速ですけどもですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。利益倍増パートナー会計士でいらっしゃいます伊藤直也さんにお越しいただきました。どうぞ食べていただいて大丈夫です。はじめまして、伊藤直也と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。FM 技能湾の番組にお出になられるのは初めてでいらっしゃいますかね。あ、そうですね、今回松山さんにご紹介いただいて初めてで、すごく緊張してます。いや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 、本当ようこそおいでくださってありがとうございます。ありがとうございます。ですね、今日は伊藤直也さんのですね、お仕事のことだったりとか、まあ、お人柄のことをですね、余すことなく、たっぷりお聞かせいただければなというふうに思ってますけれども。はい、わかりました。大丈夫ですかね。はい、です。あ、はい、大丈夫です。はい。で、沖縄には、ご縁があったりしますか？はい、そうですね。はい、ついこの2月、幸いですね、行く機会があって、はい、まあ、野球関係の仕事もしているので、その関係で、はい、よく行ったりはするんですね。そうですか、そうですか。はい。はい。なんか気になるワードですよね。野球関連のお仕事っていうですね。ちょうどね、キャンプの、ね、時期なので、はい。そうですよね。はい、今、はい、まさにキャンプ真っただ中ですもんね。はいはい、そうなんですよね。なるほど、なるほど。はい、なんかでは、その、今やられてるお仕事に関してですね、ちょっと簡単で構いませんので、はい、ちょっとこう、簡単に自己紹介いただいても大丈夫でしょうか。はい。はい、わかりました。じゃあ、改めまして、伊藤直也と申します。はい。実は埼玉県の、ところで活動しておりまして、主にやってる仕事というのは、4つあるんですけども、はい、まず、サラリーマンが1つ目。はい、で、二つ目が、社外の、まあ、財務の、番人こと、社外司法という業務、はい、二つしてます。はい、で、三つ目が、まあ、農業ですね。あ、農業。はい、はい、はい。で、四つ目が、一応会計士も税理士も持ってますので、はい。税理士という意味で、この時期、沖縄に、ちょっと確認をしてもらうのに、行く機会があると。なるほど。その関係で、はい、はい、お邪魔させていただいているっていうのが。そういうことなんですね。はい、いや、すごい幅広いですよね。守備範囲が。そうですね。結構、なんか何でも嫌になってますよね。サラリーマン、社外 CFO、はい、農業もやってらっしゃって、はい、もちろん公認会計士さんでもあり、はい、税理士さんでもいらっしゃる。そうですね。はい。すごいですね。なんかもう、まず、どこから行きましょうかね。まあ、社外 CFO って、まあ、リスナーの皆様で、はい、まあ、初めて、そういった、こう、肩書きといいますか、はい、聞く方もいらっしゃるかなと思いますので、はい、社外 CFO ってどんなことをされるんですか？はいはい、あ、わかりました。簡単には、会社の、資金の管理を担当する。で、まあ、お金を借りたりだとか、はい、あとは返せるために、お金を維持するために、うん、いろいろ、経営者の方にアドバイスしたりとか、うん、ああいうのをしている、仕事になりますね。はい。なるほど。そうしますと、こう、はい、お金、ま、会社の中でも、はい、ま、大事な資源ですものね、はい、お金というものは。ああ、そうです。血液みたいなものなので、そうですよね。それ止めてはやっぱりね、いけないので。そうですよね。はい。じゃあ、それがこう、まあ、綺麗に流れる会社さんと、はい、まあ、はい、本当は綺麗に流れるはずなんですけど、ちょっとこう、詰まってしまってる会社さん。はい、まあ、そうですね。はい、多分そういったところをこう、綺麗に流すようなお仕事をされている、はい、そんなイメージで合ってますでしょうか？そうですね。もう綺麗にすることが私のミッションだと思って。結構力入れてやってるっていうのがありますね。はい。そうなんですね。はいはい、じゃ結構あれですか？全国各地で、お仕事はされる形なんですか？はい、あ、そうですね。この幸い、ズームで、もうできる仕事なので、はい、まあ、南は、それこそ沖縄と奄美大島。奄美大島。宮崎、
あとは博多、はい、なぜか西日本は多いんですけども、まあ、もちろん関東もいるんですけども、結構日本全国つつら、はい、やってるって状況で、はい、でやっぱりリアルでも会いたくなってですね、たまにこう、はい、出かけたりとかいうこともよくしてたりとか。あ、はい、そうですか、そうですか、はい、いや、はい、あのここ最近でなんかリアルで行かれた県外だとございますか。はい、高知でたまたまキウイ農家の方と出会いまして、はい、1月ですかね、実際にキウイ農家の方に会いに行ったりだとか、はいはい、はい、いうのはしてますし、はい、すごいですね、はい、高知まで足を運ばれたんですね、はい、そうですね、すごく暖かかったですけども、まあ、沖縄はもっと暖かいとは思うんですけど、はいはい、そうですよ、いやでも高知も暖かいって聞きますもんね、はい、はい、いやな、ね、私も今青森県に住んでますけれども、実はね、伊藤直也さんは私が住む青森県弘前市にも一度来てくださっていて、はいはいはい、そうですね、夏でしたね、でもね、はい、そうですね、まだちょっと日差しが強い頃においでくださって、はい、その説はありがとうございました、はい、あ、いえいえ、ありがとうございますアイスクリーンですよね、あ、よく覚えてらっしゃって、はい、高知にもあったんですよ、高知城にアイスクリーンが売ってたんですね、本当ですか、もうちゃんがお兄ちゃん食べないっていう風に言われてもう買っちゃいましたねあれちょっとそそられますよね、ああいうのって。そうですね、でも私が行った時はたまたま高知も最低気温が13度の最高が18度、結構ポカポカの日だったんで、はいはい、すごく美味しく食べられましたねいいですね、なんかやっぱ、はい、いろんなところに行くとそういう美味しいものを食べられたりもしますし、はい、そういった人の出会いもやっぱり実際リアルで会うのはね、違いますよね、確かに。そうですね、人の出会いとあと現地の食事ですからね、それが楽しみで行ってるようなもんですねいや素晴らしい、いや結構よく Facebook の投稿なんかも拝見させていただいてるんですけど、はい、結構いろんなところいらっしゃってるなっていうふうに思ってましたしもうすごいフットワークがですね、やっぱか軽いあ、体重いですけどいや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 、うまいこと言いますうまいこと言いますよなるほど、じゃあそういった社外 CFO として、はい、まあ、そういった全国にお仕事を取られたりもし、行脚されたりもされてらっしゃいますし、またこれ気になるのは、はい、農業やってらっしゃるっていうことなんですけど、はいはいはい、では農業は今どんなことされてらっしゃるんですか。まあ、果樹を中心にやってまして、はい、まあ、イチゴとか、はい、を中心に、はい、イチゴですね、うん、いう感じなんですね、はいはいはい、じゃあ自分でもうこう手をかけるというか畑仕事みたいなこともされていらっしゃるんですね。はい、まあ、私の姿というと、まあ、営業とか販路拡大とか、はい、そちらの方が中心にはなるんですけども、はい、まあ、管理という意味では一応責任者ですので、うん、そういった意味では、まあ、見回ったりとか、はい、あと糖分測ったりとか、うん、そういったのもやったりとか、はい、してます、はい、いや確かに夏とか少しこう日差しが強い時の伊藤さんって、はい、ちょっとこう、はい、こんがり日焼けされてらっしゃいますよね。ああそうですね、結構雑草とかが、まあ、畑に入るので、まあ、それをこう買ったりだとかいうのが結構ね、うんうん、やってたりはしますけども、はい、なるほど、はい、じゃあでもご自身でそういう畑仕事をやるっていうのはやっぱりこう、はいはい、お好きでいらっしゃるんですか、そういうことは。あ、そうですね、やっぱり体を動かすのはもともと好きですし、で、はい、やっぱりそれやらないとね、体型ももっともっと、ね、丸くなってしまったりするので。いや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 、うん、もう十分フットワーク軽いですからね、でもこれまででもまあ健康がって、まあ、筋トレにはなったりするんですよね。あ、筋トレになるんですね。あ、はいはい、確かに確かに、はい、雑草を取るのも結構辛い体勢で長時間いないといけないんですよね。はい、ああ、そうなんです。状態で。そうなんです。手でこう、抜いたりとか、あとこう、鎌でこうね、上がガツンってやったりとか。で結構やっぱりたくさん入るので、こう手で抜くのも大変なんで、はい、ガツンガツンってこう振り回して、はい、うん、抜いたりとか。で結構やっぱ重いんで、こう力でグッてこう引っ張るときに、やっぱり、力が必要なので、はい、まあ筋トレにはなるなっていう、はい、まあ、はい、まあ、いい運動にもそうですね。で課題やっぱり水分ですね、夏なんでやっぱり暑くなってからかになっちゃうので、その水分飲みながら、
っていうのは、守るようにしますけど。はい。いやすごいですね。ちなみに、イチゴの収穫期はこれからちょうど2月ぐらいですかね。そうですね。この12月、1月、2月がメインですね。そしたら、はい、まあ今はじゃあ、ちょうど真っ最中といったところでしょうか。はい、ああ、そうですね。今がね、一番ピークですね。なるほど、なるほど。いや、本当ね、ここまで聞くだけでもすごく多彩で、本当に幅広い、そんな伊藤直哉さんなんですけども、はい、なんか私がね、まあ、ここ普段からもこうお話しさせていただく機会、非常に設けていただいてありがたいんですが、はい、まあ、結構こう、人と会うこと、うん、あ、はい、まあ、そういった、人と出会っていく、はい、こう繋がっていくことっていうのに、はい、すごくこうポリシーが終わりだっていうふうにお見受けしてるんですけど、はいはいそうですね、そのあたりのお話をお伺いできればなと思いますが、はい、そうですね、去年ですね、ちょうどこの時期ですかね、年間400人会おうかなっていう、ズームとかリアル含めてですね、はい、まあ、こう1対1の、まあ、これワンオンワンって言い方するんですけども、はい、それを400人の方と、まあ、経営者だったり、まあ、事業の先生だったり、やろうかと思って、はい、去年その目標を掲げてたんですね。そしたらですね。400人ですよね。はい、40人じゃないですよね。そうなんです。月平均33、4人かな。はい。はい。で、それは正直、その、まあ、いわゆるその社会 CFO になりそうなお客さんを、当初は探すのが目的で、やってはいたんですけど、なかなかやっぱりいきなりこう、話してて、そういったお客さんってやっぱ見つからないんですよ。で、ある時思ったのは、直接お客さんを取るのじゃなくて、はい、その話す方がどういった方とつながれたらいいのかっていうのをひたすら聞くように変えたんですね。おー、なるほど。はい。はい。そうすると、私から一方的なテイカーじゃなく、こう、義務な形になりまして、で、そうなるとお客さんっていうか話す方はいろいろこう話さってくださるんですね。はい。うん、で、その中で、まあ、いろいろこう深掘りしていって、あ、どんな事業をしてるのかとか、そもそもどういった社名、こういった社名ってどうされたんですかとか、いろいろ話していくと、はい、経営者ってやっぱり自分の言葉を話したいんですよ。なるほど、なるほど、うん。で、相手の話はやっぱ聞きたくないですね、経営者の方って基本的には。はい、はい。ってなった時に、じゃあどんな方と繋がれたらいいですかってなった時に、あ、こんな方と繋がれたら、そう、僕は嬉しいんだとか、俺は楽しいんだとか、いう話になった時に、あ、こういう方いますよというのをつなげたら、結構そこでビジネスが成り立ったんですね。あ、これは面白いなと思って、それをちょっと、去年きっかけで、まあ、相手をつなぐっていうことで、で、この番組もつながるラジオっていう話だったので、はいはい、まあ、まさしくそれに今ちょうどマッチするのかなと思ってまして。いや、ありがたいです。で、結果去年424人の方とやらさせていただきまして、はい。で、今年もまたちょっと調子こいて、400名で目標を立てたんですけど、なんと1月でもう52人。はい、やっていただいたので、ちょっと出足、調子いいなっていうのが。いや、待ってくださいね。今、このペースでいくと600人超えのペースですよね。そうですね。600、完全にそうなりますけど、で、多分ちょっと4月とか5月がなかなか忙しい時期なので、できなくなるので、そこはちょっと多分減っちゃうと思うので、ちょっとこのできる時期に極力やるように、してると。うん、いやー、それでもすごいですよね。だって去年のその400人の目標を、はい、大幅に達成されてらっしゃるわけですし、去年。ああ、ありがとうございます。はい、なおかつ今年また同じ400人の目標を立ててらっしゃって、はい、すでに50人を超えていらっしゃる。はい。はいはい。なんで1月超えしましたね。いやー、すごい。いや、確かに、今おっしゃっていただいたみたいにですね、その、まあ、ギブの精神といいますか、すごくこう、伊藤さんって、やっぱそういう精神が熱い方だなと、思ってます。私にも非常にこう、いろんな方をですね、お伝えくださって、はい、ご紹介くださってですね、もう本当に人柄素晴らしい方々ばかりで、またそれが。あ、いえいえ。松山さんもね、いろんな方つないでいただいて、いや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 、お返しですね。お返しギブって言いますけど、ギブギブギブのお互いこうギブギブしちゃう。なるほど。ギブギブギブですよね。これはなんかやっぱり伊藤さんの一つのこう、はい、表すキーワードでもいらっしゃるんですよね。ああ、そうですね。それをテーマにして、ね、やってるとこはね、ありますね。そうですよね。やっぱりこう、先ほどの話みたいに、こう、ギブすることで、はい、まあ、最終的には自分に返ってきた。ね、ああ、そうです。去年、そういうことを経験したので、うん、あ、
極端に言うと私もその営業とか経験してないんですけども、はい、お客さんに貢献することが、まあ、結果的に営業活動の一環なのかなっていうのはちょっと去年感じたところで、このスタイルはまあ、自分でもこうなんか自然とできるようになったっていうのが、すごく良かったなっていう、はい、なるほど、はい、いやなんか意外でした。そういうなんか営業がそんなに得意じゃないとか、はい、そういうね、まあ、営業職では確かになかったかもしれませんけど、はいはい、全然そんなことみじんも感じさせないというか。あ、そうですか、なるほど。いやでもこうで私たちのこうもうこういうふうに今はもうつながらせていただいてるますけども、はい、まあそもそものね、はい、あの出会いというか、はい、まあきっかけっていうと、はい、まあ実はこう同じグループ会社に、はいはい、あのサラリーマン時代、はい、私もサラリーマン時代に、はい、まあいまして、で、はい、伊藤直哉さんはその時のまあ経理部門を統括されてらっしゃる、はいはい方で、まあ、私は全然わけも分からずにちょっと入社した、はい、ペーペー社員として入社してですね、おんぶに抱っこで伊藤さんには大変会社員時代からも助けていただいてばっかりなんですけども、まあ、そこのねやっぱ会社員の時のつながり、そこのつながりからがきっかけで、はい、まあ、今こうやってご縁をつないわせていただいてるっていうのは、はい、何かすごく感慨深いものもあってですね、はい、そうですね。その頃から、まあ、あの仕事は経理職なんですけど、まあ、グループ会社が何社かあったので、まあ、グループ会社の方がデータ出してくれないとこっちは全然仕事進まないんですよね。でもう上から圧力かけてもでも全然ダメでして、まあ実際そう圧力かけても全然動かない人がやっぱりいたんですよ。で思った時にもう寄り添う形、はい、うん、で、まあ、それでもなかなか出てこなかったんですけど、まあでも、あ、一つやっぱきっかけになって、やっぱ寄り添うことはとても大事なのかなっていう。そうすることで、あ、まあ必要なものが、まあ徐々に出て始めてきて、はい。うん、まあそういうところを中心に、まあ仕事の方を教えたんですけども、それが今のこのいろんな方とお話しする、なんか一つのきっかけに、まあ、なったのかなっていう、はい、感じはしてますね。はい、いやなんか、はい、まあ、僕はその会社の中に一緒にまあいた時代がありますので、はいはい、その伊藤さんのそのご苦労というか、はい、いうのはですね、まあ、もちろんずっと見てたわけではないので、あの、もう計り知れない、まあ、ご苦労があったんだな、とは思ってはいるんですけども。そうですね。その会社に入ったきっかけも、まあ、当時の私の上司である、まあ、取締役の方なんですけども、はい、面接の時にすごく面白いことを言われたんですね。おうおう、君は珍しい会計士だねっていう、ちょっとその意味が私は分からなかったんですね、はい、うん、でそう言われたんで、あ、これ落ちたのかなっていうふうに思ったんですけど、はい、でむしろ逆でして、はい、でその取締役の方が言うには、会計士は黙々と作業する人のイメージがある中で、伊藤さんはちょっと違うんだと、だから採用したんだっていう、会計士の能力ではなくて、そういったなんかこういろんな人と話をできる人なんじゃないかっていうところで、あ、この人に決めたっていうふうに言われたときに、はい、私はどう回答していいか分からなかったんですけども、はい、まあ、今思えばやっぱり待ってても仕事やっぱ来ないので、データ来ないので、やっぱりこうこちらから歩み寄って、はい、まあ、必要なものを出してもらって、で我々の最終的なゴールは監査法人を説得しなきゃいけないっていうのが当時あったので、はい、まあ、その監査法人説得するために、一緒の材料をまあ、揃えて、交渉して、まあ、認めてもらう、うん、っていうところ、うん、に少し、まあ、伊藤さんならばできるんじゃないかということで、まあ、雇われたのかなっていうふうに。おー、はい、はい。いや、はい、でもまさに、そのね、はい、取締役の K さんですよね。はい、あ、そうです、K さん。いや、頭、あ、もう上がらないですね。はい、関西のね、すごいユニークなね、おじさんなんですよ。いやいやいや、なんかそんなエピソードがあったんですね。いや、でも、本当にこう、まあ、海線山線の世界でですね、なんかあの世界っていうのは、そうなんですよね、はい、猛者がいっぱいいるというかですね、はい、こう、そうですね、自分を持ってる人が多いと言いますかですね、こう、まあ、業界は業界なわけ、結構ね、その悪の強い方が、特にその買収してた会社だったんで、
悪が強い方が、まあ、男女問わず入ってきたなっていうイメージが。なんかもう、今、いろんな方の顔が浮かびました、私。そうですね。まあ、沖縄だとね、沖縄の、まあ、S さんとかね、もいらっしゃいましたし、まあ、すごいイニークなね、おじさんでしたけど、まあ、S さんにも本当ね、お世話になったりとか。そうですね。はい、はい、ありました。はい。そうですよね、はい。あと、法の番人の方もいらっしゃいましたしね。あの方またね、ちょっとね、あの、見たね、一瞬、ちょっと、そっち系の人なのかなっていうような感じもね、ですけど。いやいやいや、もうでも根はやっぱりね、はい、すごくいい方でして、そうですよね。ちゃんとこう、はい、法のところを、ちゃんとこう、リーガルを束ねてらっしゃるから、まあ、きちんとビジネスが成り立つ。安心してビジネスが僕らもできると、ね、うん、いうことだったと思うんですよ。だから。あのね、南海のね、うん、禁止、いう商品取引法をね、あ、こうやって読めば、あの、解読できるんだっていうのは、すごくこう、参考になったなっていうのは。ああ、そうですよね。いや、すごい方ですよね。いやいや、伊藤さんも すごいんですけど、いや、結構すごい腕の方がやっぱいらっしゃったなと今思うとですね、すごく感じまして。で、今思えば、まあ、その方も結構やっぱり、まあ、正直失敗も、まあ、やっぱりするんですよ。なんですけど、失敗してもそこを笑いに変えるっていう、まあ、彼も、ま、関西人なのかな、うん、はい、そうですね。うん。まあ、あと、報告が早い。もうスピーディーですね。うん、で、その取締役の方も、その方も、私も上司なんですけど、はい、まあ、すぐ報告するんですね。まめな連携ができてたっていうのが、強みだったのかなと。まあ、失敗を失敗に、あの、思えないような雰囲気。うん、そこがすごく評価されてたのかなと。結構ね、年齢も若いですしね、彼は。そうですよね。はい、あの、私よりも全然若い方でいらっしゃいますので。はい。はい。まあ、そうですね。そのグループを背負って立つ方かなというふうに。ね、そうですね。思いますしね。はい。いや、もう当時のね、あの、私たちの会社っていうのは、はい、先ほどおっしゃってたみたいに、はい、M&A が本当に頻繁に起きていて、で、1年で何社増えたんだろうみたいなところもありましたからね。まさかその業界なのかって、面接するとき何にもしなかったんで、えっとか、まあ、びっくりね、しましたけども。はい、でもその M&A がやっぱ頻繁に起こる会社にいたことで、はい、得られたことも結構あるんじゃないですか、はい、やっぱりいろんな方と出会えたっていうのが、まあ、去年もその別の機会で会わせていただいたのと別に、はい、まあ、会社人時代からやっぱりいろんな方と会えたっていうのがすごく、まあ、良かったのかなっていう、はい、今思えば、はい。いやー、なんかそうですね。いや、つか、こう、ね、私の場合はもう本当に、なんかこう、入社した時っていうのは、それまではずっとこう小売店でね、仕事をしていた人間なので、はい、それでこう、はい、デスクワークみたいなことも、ま、全くなかったわけじゃないですけど、はい、まあ、そういう仕事ってなかなかですね、あの、はい、ずっと向き合い続けるとか、あと部署間でこう横断的にやっていくっていうのは、はい、あんまり経験をしたことがなくて、はい、なので、ね、私のこう入ってた会社を、あの伊藤さんのチーム含めていろんな方々がサポートしてくれたときに、はいはいはい、あ、会社ってこうやって動いてるんだっていう、はい、結構小さく、あ、ね、あの見えた感じがして、はい、あの1年間たった1年間の経験だったんですけど、あ、はいはい、めちゃくちゃ大きかったんですよ。あ、本当そうですか。はい、本当、ああいうサポート体制を敷いてくださって、うん、で、手取り足取り、あの、やっぱその経理経常のこう仕方とか、まあ、あのブラックボックスになってるものをこう紐解いていくその過程の、はい、質問で投げかけてくださったりとか、うん、ああいうことをですね、やっぱ経験させていただいたっていうのは、はい、本当に感謝です。いや本当、あの、私も当時部下がいまして、まあ、部下って一応怒られちゃうな。もうすごい優秀な部下で、私よりもまあできる方だったんですけども、はい、まあ女性の方なんですけども、まあ、はい、そうする多分対応されたのは S さんだと思うんですけど、S さんですね。はい、その S さんの、まあ、直属の上司に、まあ、H さんという方がいて、まあ、形は私のまあ部下になるんですけども、はい、またこの H さんもまたすごく楽しい方で、はい、でかつ仕事も早い。はい、うん、うん。で、彼女が驚いたのは経理未経験。そうね、ゲームセンターの一スタッフから、はい、あの経理を3級から学ばれて、はい、まあ、上場会社の決算、あの連結決算、あの税務申告まで、おで、あの国際会計基準でちょっとマニアックなあの会計処理まで、はい、で、バイオ監査対応まで、おやってしまうっていう、すごい
まあ、方がいまして、で、私の上司の方もその方を診断してたりとか、はい、うん、で、またその方も関西人なので、その取締役の方と、また、つい、こう、笑いながら、突っ込みながら話をしてたのが、すごくね、懐かしいなって。ああ、いいですね。なんかそういう和気あいあいとした雰囲気って、なんかこう、なんとなくこうイメージが湧きます。そうなんですね。すごくやっぱこうね、あ、これちょっとまずいなって論点が、やっぱりこう、関西人に振られたときに、その取締役の方が、こう、うまくこの辺をこう、和ます雰囲気。それにまたエイジさんがこう茶化してこう答えるっていう、あの場の雰囲気がすごくね、良かったなっていう、いいチームだったなっていう、今振り返れば、いや、まあ、そういったチームをどんどん私も今、組織のトップとして、はい、どんどん作っていきたいなっていうのはやっぱり参考になりますし、今のやっぱ K さんの組織運営は本当に参考になっているので、本当に頭が上がらないですね。おー、いや、なんか久しぶりにお会いしたくなってきました。いやー、なんかでも話は尽きないんですけど、伊藤さんもですね、はい、エンディングの時間を迎えましてですね。あー、早いですね。あっという間なんですよ。はい、あっという間なんですよ。本当そうですね。びっくりしました。いやー、もうね。15分くらい感じたね。いやですよね。なんかちょっとこう、すいません。聞けてないところもたくさんあるかと思うんですけども、まあ、はいはい、伊藤さんはね、実は、FM ギノワさんで今度ラジオを始められるということで、はい、実はそうなんです。ご縁があって、もう松山さんと、あと松山さんがつなげていただいたヤスさんからも、はい、まあ、ぜひやってみてっていうような話がありまして、実は3月から番組を持たせていただくことになりました。おめでとうございます。素晴らしい。 ありがとうございます、はい。ちなみに、曜日時間とか決まってらっしゃいますか。はい、はい、まだ仮なんですけども、はい、土曜日の14時から30分、同じ、あ、はい、私日曜日だ、土曜日の、はい、はい、あの時間帯をですね、はい、なるほど。いや、じゃあこれからまたラジオでも伊藤永さんのこう、そうですね、お聞きできる機会皆さんありますのでですね、ぜひぜひ、はい、また新番組始まりましたらそちらもお聞きいただければなというふうに思います。はい、あ、今度は逆に松山さんにも出てもらおうかと思いますので、はい、あ、いいですか。あ、じゃあお邪魔します。それでは私のね、男子の野球の話とか農業の話とか、あ、私一体何者なのかっていうのをまたいろいろと、またいろんな方と出会えたので、その方はいろいろご紹介できればと思いますので、うん、そうですね、引き続き皆さんにもお聞かせいただければというふうに思っております。はい、いや、ぜひじゃあ皆さんもちょっと楽しみに待ちましょうということでですね、あ、ありがとうございます。はい、あっという間のお時間でしたけどもですね、今日はゲストで伊藤永さんをお迎えしてまいりました。はい、伊藤永さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いいたします。ではまた皆さん、はい、来週お会いいたしましょう。失礼いたします。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。はい。